広島東洋カープスライリースライリーは日本プロ野球広島東洋カープのマスコットである。1995年7月29日初代の広島市民球場での中日戦で初登場。背番号はよくスライリーと表記されるが正しくはいが小文字である。スライリーとは英語でおちゃめないたずら好きなという意味である。青緑の毛むくじゃらの体に カープのホームユニフォームを着ている。デザインはセサミストリートのキャラクターデザインを手掛けたアメリカのハリソン・エリクソン社によるもので同社がデザインを手掛けたフィラデルフィア・フィリーズのフィリー・ファナティックと外見が似ている。イラストだけに使われるカープ坊やと異なり着ぐるみが球場に現れる。鼻の部分にピロピロ笛が内蔵されており、それを伸ばして 気度哀楽を表現する。大量得点や大型連勝など、チームがハッピーな時には、ピンクに変色した、ハッピースライリーが唐突に現れる。スライリーとは別個体ではなく、突然変異型という位置づけである。こちらは2002年より登場。前田智則が2000本アンダーを達成した2007年9月1日や、2008年9月28日の、 初代の広島市民球場最後の公式戦のセレモニーにも現れている。セグウェイで松田スタジアムを走るハッピースライリーなを旧球団公式サイトにおいては年齢、性別、国籍はとされていた。CC ダンス初披露の際のスライリー観客と触れ合うスライリー市場マリンスタジアムにてピロピロ笛を見せるスライリー。ありがとうございます。